はい、こんにちは。今回は、今回から多分2回に分けて、すごく重要なテーマである、律令国家の税制と農民、括弧1。まあ、これだけだとちょっと何のことやらって感じなんですけど、要するに、その日本の、国っていうものを一番こう、下で支えていた一般の民衆がどのような税を課されていたのかっていうことを見ていきたいと思います。で、まず、基本的な概念として、律令国家においては、民衆は、戸主を代表者とする。戸主っていうのは、まあ、今で言うと、その、まあ、なんて言うんでしょう。一般的には、その、例えばお父さんであるとか、そういう家主みたいな、を代表者とする、戸、ないしは豪戸に所属する形で、戸籍計帳に登録された。これっていうのは、その、国家がどのようにして民衆を把握していたかっていうことなんですけれども、以前にももうすでにやってあります戸籍っていうものに登録したり、あとは計帳っていう、租税台帳みたいなものを作って、それに登録することをされることで、人々は国家に把握されていたんですね。で、この戸っていうのは結構重要な言葉で、まあ、これ同じ、個でも5個でもいいんですけど、これっていうのは、まあ、25人程度の、別にこれ何人程度とか全然覚えなくていいんですけど、まあ、イメージつかむためになんですけど、実際の家族、その、今って言ったら戸籍っていうのは家族ごとに多分登録とかあるんですけど、この当時っていうのは実際の家族そのものっていうんではなくって、25人程度の複数の家族が集まったような形で、一つの戸っていうのが形成されていました。で、それに比べ、この戸に対して、関係ないんですけど、豪戸っていうのがあって、これが、今で言う普通の家族の単位、一つの家族であって、で、子っていうのは、まあ、イメージ、こんな家に住んでたわけじゃないんですけど、いくつかの家族が集まったものが、子ですね。で、母子っていうのは、普通の家族の単位のことを母子って言いました。で、あとは、また細かいんですけど、一里っていうのが、50個が集まって、一里っていうふうになるように、里里が編成されたっていうことですね。こういうふうに、細かい、国の中での細かい部分っていうのが徐々に編成されていって、把握されていきました。で、次こっち側に移るんですけれども、まず戸籍っていうものについては、すでにこの授業でも触れてきました。670年に、まず庚午年籍っていうのがあって、これは、天智天皇の時代に出されたものですね。で、さらにはその20年後の690年には、婚姻年籍っていうものも作られて、これは持統天皇の時に、出されたものです。で、戸籍っていうものは、律令の中において、6年ごとに作成するというふうに決められていました。6年間経ったらまた新しい戸籍っていうものが作られていくっていう風にこれからの時代はなっていくんですね。で、この6年ごとっていうのは重要なことなので覚えておいてください。で、さらに計帳っていうものもすごく戸籍とセットで覚えておかなきゃいけないことなんですけれども、これは徴用っていう、この徴用についてはまた後で見るんですけど、まあ、いわば今ではちょっと税金のことなんですけど、を徴収するための台帳ですね。で、これっていうのは、例えば具体的にどんなものだったかって言ったら、そのさっきやった子っていうその単位のな、基本単位の中に構成員の名前だとか、あとは年齢だとか性別、あとはその人のなんかこう個人的な特徴だとかっていうものが書き記されていて、その人とその実際の人物っていうものの、情報っていうのがちゃんと書き込まれた、台帳のことを計帳と言いました。で、この戸籍と計帳っていうものに登録されて、人々は税金を徴収されていたということですね。はい。で、次なんですけど、まずここでちょっと、先に
税金のことをちょっと飛ばしてから、先に身分制度について見ておきたいと思うんですけれども、この当時の身分制度っていうのは、領民っていうのと先民っていうのに分けられていて、先民っていうのは卑しい民っていうことなんですけれども、領民っていうのは、例えば、その官僚であったりだとか、この税金を納めるふうに定められていた農民だとか、あとは一部の特殊なこう技術を持って朝廷に使わさせられていたような人たちのことを、まあ一般的な普通の、まあ普通のっていうのもあれなんですけれども、まあ自分たちで生活をしていったような人たちのことを領民と言って、で、先民っていうのはこっちに二つ分かれて書いてあったんですけれども、官僚っていうのはまあその官僚の公のための朝廷とかに使えるような、領庫、官庫、国費。読むんですけど、これは今、いわばまあ奴隷のことですね、今で言ったら。っていうのがあって、あとはさらに使用っていうのがあって、使用の、家人。あとは、死ぬ日って言って、これはその普通の人たちが使う、一般人が使うための、まあ、奴隷みたいなものがあって、で、ちなみにその、ぬひっていう言葉、ちょっと難しいんですけど、まあ、簡単に言えば奴隷なんですけれども、ぬっていうのが男の人なので、ひが女の人のことを言いました。まあ、これは全然、ただの英知識なんですけど、そういうふうに、領民と先民に身分制度が分けられていて、で、さらにその、この、5つですね、領、公、官、公、国、費、家人、死ぬ死、死ぬ日の5つを合わせて、五式の線といってひとまとめにされていました。で、これが先民で、あとはまあ領民ということなんですね。で、これから私たちが見ていく、その税金を集められる対象となっている農民というのは、領民にくくられているものでありました。はい。で、次にこっち側に移って、さっきの話の続きに戻るんですけれども、昔、その、律令国家のもとでは、さっきあった子っていうのを単位として、区分田っていうものが発給されました。発給し、租税を徴収するっていうその基本的なスタンス。で、この区分田っていうのは、漢字を見ても口に分けるに他ですから、その口っていうのは人間に一つついてるものであって、一人一人の、人間あたりについて分け与え、半球っていうのは分け与えるってことなんですけれども、一人一人に分け与えられた田んぼのことで、これっていうのは戸籍に基づいて、6歳以上の男女に、分け与えられました。で、これっていうのは、終身使用できるっていうふうに書いたんですけれども、逆に言うと、死んでしまったら、もう一度その、回収されるんですね、国に。ですから、死ぬまではその土地をあげますと、6歳以上になったらあげるけれども、死んだら回収されて、その別に代々こう、その家族が受け継いでいけるようなものではなかったということです。で、さらに区分田っていうのはどのぐらいの面積を一人一人分け与えられるかっていうのが決まっていて、男子は、2単って言って、この1単っていうのが、ちなみに、360個っていう風に決められていて、まあ、これ見ても何のこっちゃって感じだと思うんですけど、今の分かりやすい感じで言ったら、分かりやすいって言ってもあれなんですけど、約、このぐらいの面積のものが、このぐらいの面積って言われても私ちょっとイメージあんまりよくわかんないんですけれども、これぐらいの面積が男子に与えられました。で、さらに女子は、
その3分の2の面積が与えられました。これはやっぱり多分、男女の体力的な差とかを考慮した結果なのかはちょっとわかりませんけれども、女子の方が少なかったんですね。で、さらに使用のヌヒ、さっきやりましたけれども、ヌヒっていうのは奴隷のことなんですけれども、この人たちっていうのは領民として見なされていませんでしたから、使用のヌヒっていうのは、領民の男女の、3分の1の面積でした。つまり、男の人だったら2ターンの3分の1、女の人だったら男子の3分の2のさらに3分の1っていうことになったんですね。このようにして、まずは分け与えられていました。で、あとは、今までに説明してきた、この、項単位として区分田を分け与えるっていう、この制度のことを、判田収受法って言って、これはかなり重要な言葉なので、覚えておいてくださいね。このふう、まあ、これはそのままなんですけど、分け与えた田んぼっていうのを授けたり、あとは死んだ後に収、また、預かったりしますよっていうことで、判田収受法って言われていました。そして、で、この判田収受法っていうのは、その、いわば豪族だとか、そういう地元で権力を持っている人の支配っていうものを土地から排除して、国が直接、土地だとか民だとかを管理しようっていうふうにしようとしたものなんです。つまり、その土地土地にいる、なんか偉い人たちが、その土地を勝手に分けて勝手にこう収めるとかじゃなくって、国が戸籍によって一人一人の国民を把握して、さらにはその人たちに国の決めた基準で土地を分け与えるっていう風にすることによって直接民主を掌握しようとしたっていう風な、意義があるんですね。まあだけど実際この判田収受法を実施するにあたってはその民たちを管理する際に、まあ、どっちみちその官僚となっていたような豪族の力っていうものは実際には必要だったんですけれども、国の意図としては、まあ、直接民主を把握するような手段になればいいなっていうふうに思っていました。はい。あと最後に一つやっておくんですけれども、この区分田っていうものが、わざわざこういうふうに細かくどのぐらいあげるかって決められてたんですから、そのなんていうか、広大な土地で、こう、区切っていくのも結構大変な作業になりますから、それがしやすいように、土地っていうのが区画されていたんですね。で、その区画を、され方のことを、条理性って言って、これっていうのは、四角い、例えば面積があったら、一辺を上、一辺を里っていう風に名付けて、例えばその一上二里みたいな、そのなんていうのかしら。例えば京都の住所とかも今でもそうなってるところ、まあ京都の上と里ではないんですけれども、そういう風にその、5番の目みたいになってて、それで、こう名付けていくことによって、例えば、すいません、間違えました。ってやることによって、区画がしやすいようにしました。で、この条理性、誤字を発見しました。すいません。里ですね。条理性っていうものは、都の区分の仕方であった条防性、条防性っていうのは、お坊さんの。これは都の区画の仕方ですね。で、こっちっていうのは、その、電池の区画の仕方なんで、これちょっと似てるんで区別して、紛らわしいので、混乱しないようにしてほしいんですけど、その条理性っていうのに基づいて、区分田が、半球しやすいように土地っていうものが、分け与えられていました。はい。で、とにかく今回はこの全体的な概要を見たっていうことで、次の動画では、細かい実際の税金の内訳について見ていきたいと思います。お疲れ様でした。